こんにちは、タクノミグルメのオクンです。ということで今回も美味しくタク飲んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、究極のガーリックトーストを作っていきたいと思います。というのもですね、先日ガーリックガーリックさんっていうですね、ニンニク専門店に行ったんですけれども、そこで食べたガーリックトーストがね、衝撃的だったんですよ。で、何が衝撃的だったかっていうと、このトーストの上にね、ニンニクが山盛り乗ってるんですよ。それがね、まためちゃめちゃうまい。ということで今回はですね、そんなニンニクが山盛り乗ったガーリックトーストを再現して作っていきたいと思います。それでは早速調理開始。それではまずトーストの上に乗せる具を作っていきましょう。まずはこちら、青森県産の大きなニンニク、こちらを一つ丸ごとみじん切りにして、いや、さすが青森県産のニンニク、一粒一粒がね、でかくてめちゃめちゃうまそうですね。ということでこちらをみじん切りにしていきます。いや、ニンニク量すごいですね。うまそう。それではこちらのみじん切りしたニンニクを加熱していきます。で、加熱する際にはですね、こちらオリーブオイルを使っていこうと思います。ただこのオリーブオイルだけで炒めてしまうと、どうしても温度が上がりすぎてしまって、このニンニクがね、カリカリになってしまうんですね。で、今回はこのニンニクをカリカリではなく、ちょっとホクホクした感じに仕上げたいので、このオリーブオイルにですね、水、こちらを入れて乳化させて温度の上昇を防いでいきたいと思います。この乳化っていうのはね、パスタを作る上でオリーブオイルの中にパスタの茹で汁を入れて乳化させてとろみを出すということを行ったりするんですけれども、これ調べてみたらですね、やっぱり真水のままじゃかなり乳化しづらいようなんですね。なのでこのパスタの茹で汁と同じような環境を作り出すために、今回はこの水の中に小麦粉、こちらを少量混ぜて乳化しやすい状況を作り出して、オリーブオイルと水を乳化させて作っていきたいと思います。それではこちら汚いフライパンにオリーブオイルを大さじ2ぐらいですかね、入れて加熱していきます。そしたらお水も同じ量 30cc ぐらいの水に1つまみの小麦粉を入れて混ぜていきます。いや、ちょっと小麦粉若干多いかな。もうちょっと小麦粉少なくしてもう一回作っていきます。ほんのちょっとだけでいいかな。うん、こんなもんでいいですかね。こちらをオリーブオイルの中に入れていきます。そしたらある程度温まってきたところに、こちらの小麦粉を混ぜた水を入れていきます。あっちあっち、めっちゃカメラ跳ねる。やばいカメラに乗る、カメラのところに。やばい、こんなんだったっけ。あ、でもいい感じなんじゃないでしょうか。このように乳化してくれましたということで、この中にニンニクを入れて加熱していきます。で、加熱はね、焦げつかないように弱火でじっくりしていくようにしましょう。で、味付けとしてヒマラヤピンク岩塩を入れていきます。まあね、これクレイジーソルトとかでもいいんですけれども、今回はね、このニンニクの味を存分に楽しみたいということで、ハーブなしのピンク岩塩を入れております。匂いがたまらんね。それではトーストとなるフランスパンを温めていきましょう。オーブンを190度に予熱して、予熱している間にフランスパンを切っていきます。ちょっとパンを切る包丁がないんでね、普通の三徳包丁で切っていきたいと思います。切れるかな。うわ、舐めそう。それではちょっとこのお肉用のナイフで切ってみますね。これいけるかな。よいしょ。うわ、ギリ切れるか。あ、なんとか入れた。今回は贅沢にね、真ん中の部分だけ使っていきたいと思います。よし、オッケー。それでは余熱ができたみたいなので、こちらのパンを温めていきたいと思うんですが、今回はこちらのパン、ただ温めるだけではなくですね、水に濡らして温めていきたいと思います。この白い部分にかからないように周りだけ濡らしていきます。よいしょ、こんな感じでいいかな。で、この端っこのところのも、よいしょ。そしたらこの濡らしたパンをオーブンの中に入れていきます。よいしょ。うわ、あれじゃん、クッキングペーパー敷かないといけないやつじゃん。よいしょ、クッキングペーパーがないんでね、オーブンホイルに入れて押していきます。よいしょ、行ってこーい。で、8分間加熱していきます。
というわけで、よいしょ。はい、ということでいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとちっちゃいのね、一口だけ食べてみたいと思います。うん、いや、サクサクもちもちでうまいですね。ということで、ニンニクの方も仕上げていきましょう。いや、これやばい、匂いがめっちゃいい匂いがしますね。ということで、火が通ってきてニンニクが結構柔らかくなってきたんで、こんなもんでいいでしょうかね。そしたらバケットを縦に切って割りまして、器の上に置いて、ニンニクをどっさりと盛ってパセリをかけてあげれば、さあ、ということで完成です。いやー、どうでしょう、この圧倒的なニンニクの量。あなたはこのバケットの上に乗ってるものが全てニンニクだと信じられますか？ニンニクの美味しそうな香りが漂ってきて、みんな早く食べたい。さあ、ということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということで完成いたしましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いや、でも先ほども見ていただいて分かった通りに、このニンニクの圧倒的な量、すごいでしょこれ。いや、もうこれね、豪快にかぶりついちゃいましょうかね。いや、見てください、これ乗ってるのが全部ニンニクですよ。いや、もはや卵のタルタルソースに見えますね。ということで、いただきます。ニンニクがね、全然辛くないんですよ。むしろなんかホクホクでね、甘みを感じますね。うん、クレイジーソルトとか入れなくて正解だったかもしれないですね。この方がね、ニンニクの旨味とか甘みをね、ダイレクトに感じれて、めちゃめちゃ美味しいです。ニンニク、ちょっとここからおとなしくね、ナイフとフォークでいただきたいと思います。甘いね。うまい。まさにね、究極のガーリックトーストができました。ということで、ここいらでビールの方を飲んでいきたいと思います。ということで、今日のおビールでございます。激うまガーリックトーストときましたら、これで決まり。じゃん、プレミアムモルツでございます。ということで、この大量のガーリックの香りには、このホップの香り香るね、プレミアムモルツがいいんじゃないかということで、こちら飲んでいきたいと思います。それでは注いでいきます。さあ、ということで飲んでいきましょうかね。乾杯。強烈なガーリックの味とね、この芳醇なホップの香り、これがね、すごいコントラストでめちゃめちゃうまいですね。いや、本当にお互いを引き立て合っててすごい合いますね。うまいな。このね、ニンニクってこんなにうまいんだっていうか、ニンニクこんな甘みがあるんだってことに、ね、気づかされますね。まあ、ただね、今回の調理で一つだけ変えた方が良かったなって思ったのは、このオリーブオイルと水入れたじゃないですか。あの分量をもうちょっと多くした方が良かったかもしれないですね。まあ、1.5 倍から2倍ぐらい、それぐらいの分量を入れた方がね、もっとジューシーに仕上がったんじゃないかなというふうに思います。いやー、幸せだ。あー、うまかったー。さあ、ということで完食でーす。いやー、めちゃめちゃうまかった。このニンニクがね、全然辛くないんですよね。やっぱりこのニンニクをしっかり加熱してあげることによって、ニンニクの旨味だったりニンニクの甘みがね、すごい引き出されて、めちゃめちゃうまい。まさにね、究極のガーリックトーストができたんじゃないのかなというふうに思いました。まあ、これ自宅でやっていただくのももちろんいいんですけども、ガーリックガーリックさんのね、お店でいただくとさらに美味しいね、究極のガーリックトーストがいただけると思いますので、ぜひお店の方にも足を運んでいただければと思います。さあ、ということで、こちらの動画を見てガーリックトースト食べたいなとか、ビール飲みたいなと思った方は、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録
録ボタンをお願いします。これからもね、ビールにはおつまみだったり自作ラーメンだったりどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう武田ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借。